どうもようこその運びでございました。ありがとう御礼を申し上げます。梅団治でございまして、本当にたくさんのお客様でございますな。家にいてるときは大概テレビを見ておりまして、今大河ドラマ「セゴドン」を見ておりますが、何て言うんですかな、大河ドラマというのは大概放送が土曜日日曜日に重なっておりまして、土曜日日曜日の放送ですかな。私らの週休5日制なもんで、土曜日日曜日が貴重な労働の日ということになっております。今日なんかすごいですよ。それ以外に仕事をしてるんですからな。我が家ではびっくりしてましたですからね。そういう大河ドラマを録画して、見させていただいております。大河のなんですね、大河ドラマになるなんていうんですかね、その時代が決まっております。今度はなんかね、東京オリンピックがありますんで、そういう話題も含めてちょっといつもとは違うような、大河ドラマが出来上がるようでございますが、今セゴドンがそうですわな。あの時代多いですよやっぱりね。幕末ね、あの辺りは、いろんなこの人がいてますからな。今のセゴドン見ててもこの人だけでドラマができそうなというのが、大河ドラマができそうなっていう人がいっぱい出てきますからな。で古い時代になりますと、やっぱりこの源平ですかな。源平も何度もこう大河ドラマになっております。そして、多いのが戦国時代でございますか。戦国武将、これもまた全国にいろんな武将がいてまして、これもどの方がこう主人公になっても物語が1年間十分出来上がりそうな方々が揃っておりますが、西暦1600年霧の栄年でございます。関ヶ原の戦いというのがございました。日本が東軍と西軍に分かれまして、岐阜の関ヶ原で、東と西に分かれて歌合戦をするというね。大戦でございます。その2年前に、豊臣秀吉太閤さんが、病で亡くなられました。豊臣秀吉というのはやっぱりこの扇の要でございますから、亡くなりますというと天下が騒然としてまいります。そこで立ち上がったのが7人の荒大名。豊臣の天下に対してよからぬ企てをいたす者があれば我々がお相手をいたすと言って立ち上がったんですな。ちょっとここでこの7人をご紹介させていただきましょう。まず1人目、虎退治で有名な加藤清正。この方大変大柄な方やったそうでございます。身の丈が7尺あったと申します。身の丈7尺、舞台によってはこの7尺を説明させていただくところもあるんですが、今日はその必要もなさそうなのでテレビをご覧の方のみ一応解説させていただきましょうかな。一尺がおよそ30センチですから、2メートル10センチ、2メートル10センチ、ジャイアント馬場さんみたいなもんですわ。だからほんまかどうか知りませんよ。この話を教えてくれたのが講釈師ですからな。これもあんまり信用性が怒られてしまいます。7尺、顔の長さが1尺5寸ね。顎ひげをこう生やしておりまして、このひげの長さが1尺5寸、顔とひげで、90センチあったちゅうんですよ。長い顔もあったもんですが、それから天下の横髪破りと言われました福島正則、池田照正、浅野義長、黒田長政、加藤玉之助、そして細川忠興という7人でございます。この7人の荒大名には3つの共通点がございました。まず1つ目、豊臣秀吉太閤さんに、俺はもうえらい可愛がられておりました。そりゃそうですわな。豊臣の天下に対してちょっと立ち上がるぐらいですから、太閤さんに可愛がられておりました。2つ目、広い領地を持っておりました。そして3つ目、戦にめっぽう強かった。
さあこんな七人が結束をいたします。これを聞いて驚いたのが後に天下を取ります徳川家康。そらそうですわ、こんな連中を敵に回してたんではとてもやないけども天下を治めることができません。そこで軍師作戦参謀ですな、軍師本多佐渡の神を呼びまして相談をいたします。殿、私にお任せくださいませ。本多佐渡の神一体何をしたかと言いますと、自宅の中にお茶室をこしらえたんですな。お茶室、当時お茶は全盛を極めた時代でございます。お茶室をこしらえて七人の荒大名にお茶の招待状を出した。ところが荒大名ですから小さい自分から戦場を駆け巡っておりますんでお茶なんかやったことがない。ところがこの中でただ一人、細川忠興、この方だけは別でございます。豪三歳と申しまして、あの千の利休のお弟子さんでございます。千の利休のお弟子さんです。桂文枝さんのお弟子さんではございません。こんなこと言わんと話しかちょね喋れんようになっておりました。お茶の世界でも大変有名なお方でございまして、ですから他の6人がこのお茶の招待状を持って慌てて細川のところへやってきよった。おい細川、おお、6人お揃いでなんじゃな。実は本田佐渡から振り、この通り茶の招待状が来た。うん、拙者のところにも来ておる。ところが我々この6人茶の飲み方というのも知らんのじゃ。ほれ、お茶と言うたら何じゃ知らん、あの小汚い茶碗の中にきな粉のようなものを入れてささらでガラガラとかき回してあぶくをすするあのお茶じゃ。そんな言いようがあるか。ん、抹茶じゃな。そうじゃ、抹茶抹茶。困っちゃった、何を申しておる。でどういうふうに飲んだらよい、教えてくれ。教えてくれと言うてもな、お茶というものはなろうてすぐにできるものでもない。心のもんだからそれがこうして、おいおい、別に茶碗を頭に乗せて歩こうというのではない。んガブガブと飲んだらよいのだから教えてくれ。さあこんな連中に教えていったんではかえって後で自分が恥をかくことになります。そこで細川は考えた。どのみち拙者が正客じゃ、まず拙者が最初にやるから帯たちは拙者のやる通りにやってくれ、真似をしてくれ。おお、真似か。ああそら楽じゃの。うん、覚えるより楽じゃ。ああしからば、あ我々はその方の真似をするからな。うん、しっかり頼むぞ。それから今一つ、今流行りのお茶は大茶盛りの湯というてな、大きな茶碗に入れてこれを皆で飲んで回す一番しまい、これがちょっと難しい。爪というてな、お茶をきれいに飲み干して茶碗を褒めて納めてもらわなければならん。この爪をやる者がおらんのじゃ。おい細川、その爪というのは戦で言うとつまりしんがりじゃな。そうじゃ、ならばこの福島がやろう。わしはな、戦においては先人かしんがり、こういう良い役しかやらんのじゃ。わしがやるから任せてくれ。しからば福島、その方に頼んだぞ。さあ七人の荒大名が細川を先頭に本多佐渡の神の屋敷へやってまいります。これはこれは、お歴々様のお越し、佐渡ありがた婚礼を申し上げます。佐渡、今日は茶の招待をいたしくれかたじけない。特にその方の出迎え満足じゃ。恐れ入り奉ります。これを後ろで聞いておりましたかと清正。佐渡、今日は茶の招待をいたしくれかたじけない。特にその方の出迎え満足じゃ。恐れ入り奉ります。次の池田が、佐渡、今日は茶の招待をいたしくれかたじけない。特にその方の出迎え満足じゃ。恐れ入り奉ります。次の浅野が、佐渡、もう佐渡の神が忙しい。一番しまいの福島正則、自分は爪という大役ですから他の連中と同じことを言うてたんでは値打ちがないと思い込んでおりますので、佐渡、今日はお前が皆を招いてくれたな、嬉しいぞ。もう帰ん方がよかったりなんかいたしました。さあ七人の荒大名が本多佐渡の神の屋敷へ入ります。加藤清正、前を歩いております細川を見ると、細川の首が右へこう傾いております。これは若い自分に伊勢征伐というのに参りまして首に矢を射込まれたんですね。
その時の古傷が痛んで未だに首がまっすぐにはならん。それを見ました加藤清正。なるほど、お茶というものは難しいものでござるな。屋敷内に入ると首を右へ傾けるものと見える。長い顔をぐにゃっと右へ曲げ寄った。次の池田が、なんじゃなんじゃん、お茶が難しいからと言うて別に首を右へ曲げいでもよいではないかと思いましたが、仕方がないので右へ曲がる、浅野が曲げる、黒田が曲げる、加藤様之助が曲げる、一番姉妹の福島正則、わしはお詰めじゃから右へは曲げん、左じゃさあ皆がお待ち合いにずらっと並びます。本田佐渡の神、これはこれはお忙しい中をと顔を上げますと、皆が首を右へ傾けて、福島だけ反対に思わずプッと笑いそうになったんです。ご存知ですかな、お茶の世界でお客さんの仕草動作を笑うというのは、これはもう一番失礼にあたりますんで、これをぐっとこらえた、ぐっとこらえたんですけど、ちょっと遅かったんですな。口から空気がプッと漏れた。それを見ました細川が、ん、なんじゃ、本田の様子がおかしい、清正のやつ妙なことをしていなければよいがと隣を見ますと、加藤清正、首を右へ曲げてニコニコと微笑んでおります。何をすんのじゃ清正のやつ、わしの古傷のまでまでせいでもよいではないかと思いましたが、口に出して注意ができませんので仕方がない、体をそーっと寄せまして、首をまっすぐに直せ、首をまっすぐに直してくれというので、肘で隣の脇腹をついたんですね。疲れた加藤清正、なるほど、お茶というものは難しいものでござる。お待ち合いに座れば肘で隣の脇腹をつくものと見え、隣の池田の脇腹をえいっと、何をすんのじゃ清正、おお、そうか、肘で隣の脇腹をつけばよいのじゃな。池田が浅野をつく、浅野が黒田をつく、黒田が加藤様之助をつく、加藤様之助、福島行くぞ、よーし来い、えい、痛い痛い痛い、よーし次じゃ、あわしはお詰めじゃからつく相手がおらん、疲れたままでは悔しい、つき直し加藤様之助両方の脇腹をつかれて渋い顔をしております。お本田佐渡の神、あほらしなってしもたんですな、存じお控えを願いとう存じます。その場を逃げ出しよった。清正、首をまっすぐに直せ、ん、首をまっすぐに直せ、よ、お前が曲げている、これは古傷じゃ、これは古傷が痛んで首がまっすぐにはならんのじゃ。それは古傷か、それは茶の作法ではないのか。そんな作法がどこにある、あこれはしくじ、うん、しかしあの肘で隣の脇腹をつくやつ、あれはうまいこと言ったの、あれは首をまっすぐに直せとついたのじゃ、あれも茶の作法ではないのか。そんな馬鹿げた作法がどこにある。言うてますと、じゃーんじゃーんじゃーんというお茶席ができたという合図。本田佐渡の神を先頭に7人の荒大名がお茶室へと向かいます。この間の通路を老子と申しまして、細川はあれも褒めたい、これも褒めてやりたいと思いながら歩いておりますが、うかつにものを言いますと、後ろの連中がまた同じことを言いますんで、仕方なく黙って歩いてたんですが、もうあまりにも庭が見事やったもんで、つい「佐渡、この庭はその方の好みか、御意にございます」洒落てるのを軽うに言うたんですな。これを聞いておりました加藤清正、佐渡、この庭はその方の好みか、御意にございます、洒落てるの、もうちょっとも洒落てない。次の池田が、佐渡、この庭はその方の好みか、御意にございます、洒落てるの、もう7人6人がまた同じことを言いましてね、一番姉妹の福島正則、もう自分だけは同じことを言うたらいかんと思い込んでおりますんで、佐渡、この庭はお前がこしらえたのか、御意にございます、もっときれいに掃除をせ、松葉がこぼれてる、これは敷松葉と言うてわざわざ松葉を敷き詰めてるんです。福島正則そんなこと知りませんから
いいことを教えてやったわいてな顔をしております。さあいよいよお茶室へと入ります。この小さな戸口、これをにじり口と申しまして、またの名を火の灯火の口と書いて火灯口とも申します。先頭の細川は慣れておりますんですっと入ったんですが、その後に入ろうとしたのがなんせ大男の加藤清正。すっと入ろうとしたんですが、左の肩が戸口にトンと当たってしもたんですな。これを見ておりました池田が、なるほど、左の肩を戸口に一当て当てて入るものと見、ドーンと当ててすっと入りよった。次の浅野がドーンす、黒田がドーンす、加藤様之助がドーンす、一番しまいの福島正則ドーン、バリ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 。佐野、もっと広い入り口をこしらえておけ。恐れながらこれは加藤口にてございます。何、加藤口か。ならば福島口はどこにある。は、池田口、浅野口、黒田口はどこじゃ。いや、恐れながら茶の方でそう申すだけでございます。ややこしい名前をつけるな。ん、今度来るまでに福島口をこしらえておけ。うちのやつがあったもんでして、さあいよいよ七人の荒大名がお茶室にずらっと並びます。本田佐渡の神、心静かにお茶を立てまして、これをどうぞと細川に渡した。細川が他の六人にこれ見ろよとばかりにお茶を一口いただいて、これをどうぞと加藤清正に渡した。加藤清正、もう今日はしくじってばっかりです。今度は本番、もうしくじるわけにはいきません。お茶碗を持ちますと恐る恐る下からそーっと持ち上げてまいりまして、いざお茶を飲もうと茶碗の中を覗いてみますと、茶碗の中がひげだらけ、ひげで渦まった。下からそーっとお茶碗を持ち上げてくるときにひげの先が茶碗の中へ入ってたんですね。皆様方に分かりやすく想像していただくためにちょっと解説させていただきますと、ちょうどあの味噌汁の中に大量のとろろ昆布を掘り込んだと、こういうような状態でございまして、またやり損ないをしてしもった、またやり損ないをしてしもうた。加藤清正、お茶碗をすっと下ろしますと2本の指でひげをつまんでジュッと絞って、これを池田へどうぞと渡して、池田が踊る、何をすんのじゃ清正のやつ、お茶でひげの洗濯しやがって、こんなものが飲めるかいな。中を覗いてみますと何やらギラギラと光るものが浮いております。ひげの油が浮いている、ひげの油が浮いている、わしゃ鑑賞やみじゃこんなものが飲めるかいなと思いましたが、まあ仕方がないのでとりあえず一口だけガブッとやったんですが、ところがまたこれが生まれて初めて飲んだお茶でございます。甘いやら渋いやら苦いやら、もうなんじゃわけのわからん味がいたしましたんで、思わず茶碗の中へゲロゲロ。これを浅野へどうぞとは、浅野がおと、何をすんのじゃ、きよ、池田のやつ、お茶でうがいしやがって、うがい汁茶碗の中へ戻しよったがな、こんなものが飲めん。そうじゃ、飲むふりをして隣へ回してやれ。浅野が飲むふりをする、黒田が飲むふりをする、加藤様之助が飲むふり、一番しまいの福島正則のところへお茶が来た時、お茶がちょっとも減ってない、かえって増えてるぐらいでございました。よし、わしも隣へ回る。ああ、わしはお詰めだから回す相手がおらん。天下の横髪破れた、この言われたこの福島正則、茶の飲み残してな、卑怯な真似はできん。おい、そこにある菓子を皆ここへ持ってまいれと言いますと、福島正則お茶を一気にガブガブガブ、菓子を掴んでバリ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 、もうえげつないお茶会があったもんでした。これを見ておりました細川が、本田をあまりにも気の毒に思いまして、せめてお茶碗だけなと褒めてやろうと思います。井戸の茶碗という、もう日本一のお茶碗でございます。正則、茶碗を回せ。正則、茶碗を回せ。もう皆さん方落語に慣れてこられたようでございます。福島正則、茶碗をキュッと詰めますと、えいっとひねったお茶碗がそれへさしてギリ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 、見事にわあ前へピタッと止まった。正則、お前は茶碗回しがうまいの。なに、座敷が狭いからこれぐらいのもんじゃが、もっと広ければもっとうまいことも回すぞ。
細川開いた口が塞がりません。佐渡、このように面白い茶会は初めてでございます。それでは座を変えましてご酒を差し上げますので。さあ、一同が座敷を変えましての大酒盛りとなります。この大酒盛りの最中、なんと徳川家康が入ってまいりまして、この七人の荒大名を自分の仲間に引き入れようと。話は佳境でございますが、私の持ち時間終わりでございます。ようこそのご来場でございまして、ありがとう御礼を申し上げます。梅団治と申しまして、生まれは昭和32年7月17日という、もう間もなく還暦を迎えようかというようなところでございますが、女優の大竹しのぶさんと全く生年月日が同じでございまして、見ていただきますとなんとなくそういう雰囲気がかけらもございませんが、岡山県の倉敷というところの出身でございまして、誠に風光明媚なところでございまして、見ていただきますとなんとなくそういう雰囲気がこれぽっちもいたしませんが、倉敷でもあの水島という、工業地帯の出身でございましてね、別に親があの工場で働いてたとそういうわけではございませんが、あそこで育ったんでございます。倉敷市立第四福田小学校という、ポプラ並木がもう塀の端から端までずーっとこう並んでおりまして、まるで東京の有名大学のような雰囲気の小学校でございましたですが、最近ここ何年か前ですかな、あのうちの息子も噺家をやっておりまして、小梅というんですが、岡山県県内のですな、その小学校を回るお仕事をいただきまして、その第四福田小学校へ私は行かないのに息子が行ったんでございます。私は呼ばれないで、まあその小学生の子供たち、私の後輩ですわな、後輩の前で落語をやって校長先生の部屋へ通されましてね、校長室ですわ。で、実はうちの第四福田小学校には大変有名な方がいらっしゃる。来た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 、うちの師匠の名前が出てくるんだから、星野千一さん。そりゃそうですわさ、有名すぎるっちゅうね。以上はうちの小学校の先輩に星野千一さんがいらっしゃいますから、ああもう大先輩で、もあの言うたらもうこんなに有名な人いてませんからな、あ、これは納得でございます。ほんであのここへ星野千一さんが来てくれて、どうのこうのという校長先生のお話をせんど聞かされましてですな、ぼちぼちうちの師匠のと思って待ってたんですが、一向に出てこないので、しびれを切らしましてね、実はあのうちの師匠もこの小学校の卒業生なんですけど、言うたら校長先生が一言、知りませんでした知らないんでございます。僕は35年間ひっそりとやってきましたから学校帰りになりますと、なんかあのこういろいろ物を売ってましたですな、あの校門のちょっと外れたところ、あの校門の前でどうも売ってない、ちょっと外れたところで売ってるんですね、なんかあのこうなんだマジックの道具みたいなやつとかですな。で、私がよく売ってたのがひよこなんでございます。ひよこが好きでね、可愛らしいでしょ、あのひよこの、ね、今の縁日に行きますと、なんかひよこもなんかあの赤いひよこやら青いひよこやら、いろんなひよこいてますけども、昔あの黄色いひよこだけでしたからな、天然色でございましたから、あれはもうみんなもうオスがいてるんですよね、メスは卵を産みますんで、手放さないんで、持ち主はね、オスの方をまあこう売りに出すんで、私あの何遍も買うてますね、買うて育てるんですが、なかなかねすぐに死んでしまうんね、あの名前は全てピーちゃんなんでございますが、もうこれ一番つきやすい。ほらピーちゃんがですな、えらいもんで可愛がっておりましたら、一匹のピーちゃんが鶏になりましてな、こうトサカも出てきまして、朝コケコッコ鳴くようになって、ピーちゃんがコッコちゃんになったんでございますよ。ほなえらいもんでね、
もう、まあ、近所迷惑っつったら近所迷惑ですわな。学校から帰ってきましたらね、ココちゃんがいないんでございます。ココちゃんはどこ行ったんや、おかんに聞いても知らんとか言って、食卓にねココちゃんがおかん、ココちゃんちゃんかとか言いながらね、涙流してココちゃん食べたんでございますがね、まあ人間ほど残酷なもんはございませんな。ああ本当に、いろいろ子供自分の思い出というのはございますが、学校のそのなんつポプラ並木のところにですね、夏場になるとこのゴマダラカミキリムシという白い点々がこうついてるカミキリムシがよう出てきたんでございます。これを捕まえては、教室のこの机の上へこうカミキリムシを乗せましてね、これで相撲を取らして遊んでたんでございますが、この学校の裏手にですな、イチジクの木があるんでございます。でこのイチジクの木にそのゴマダラカミキリムシよりも一回りも二回りも大きな茶色いカミキリムシがいてるのを私が見つけたんでございますね。もう学校の英雄でございます。こんな大きなカミキリムシどこにとんねん言うて、ほんで広田と三宅というね、これ実名でございました、友達を連れて学校の塀をよじ登って裏へ出て、で一軸の木からこんなカミキリムシを取ってたんでございますよ。で夏場でございますからな、カミキリムシというのは、二人に言うの忘れたんでございますが、もう草がね、もうこのもうこの背丈ぐらいまで我々の、ね、小学生ですからあったんです。言うの忘れた、一つね、その辺にね野壺があったんでございます。三宅の姿がねふと消えたんでございます。しばらくすると野壺の中から三宅がゾンビのように這い上がってまいりました。私と広田はびっくりぽんやすいません、これが言いたかったね。もう泣き叫んで、三宅が追いかけてきたんでございますが、もう私と広田はまあ友達ですからな、もう思いっきり逃げましたね私この体型ですからもう足遅いんですが、多分人生の中であれほど速く走ったことはないと思いますね。今申しました昔こういろんな何ていうんですかな、道端というか、まあ、乗り物に乗ったりなんかして物を売りに来たり修繕に来たりなんかいたしまして、紙芝居なんか見て、こうお菓子こう水飴なんか呼ばれるのがね楽しみやったりなんかしましたですが、中にイカキ屋さんという商売がございましてね、その鍋や釜の、まあ、穴の開いたやつを修繕するというお仕事でございます。今の鍋はですな、その修繕して使うようにもともとできておりません。そうなんですよ、放浪というぐらいですからな誠にありがたいですそういうお店というか商いをやってるところへ子供が飛び込んできたらお笑いになるようでございまして、おいきっちゃんだけやおめえまっちゃみんなこっちおいでいいな、今向こうでいかけの探知事を言っとるやろ、向こう行ってあつぼか向こう、何言ってんだろもうわいがいてたら大丈夫や、みんな行こう行こう、いかけやのおったほら来やがった、ほんまにもうここらの小せがれどいつもこいつも悪いやつばっかりそろってけつかん、このガキらうかつに物言うたら仕事も何にも差し上がれへんねんさかい、こらこら、そっち行けそっち行け、まあ、そっち行きっちゅうねん、おっさんな今日はお前ら泣いてなってられへんねんな、仕事がぎょうさん使えたんねん、向こう行き向こう行きって向こう行き、こらこらこら、そこの小さいのお前や、そこへ座ったらいかん、そこへ座ったらいかん、いかんちゅうてんのに煮たっと悪て座りやがん、座んのやったらな前のボタンかけアホ、可愛らしいのが首出してるわアホやな、ほんまに、あっちけあっちけ、おさんあんたえらい五世が出まんな、おさんびっくりした、悪いやついてへんと思ったら後ろに回ってけつかん、えらい五世が出ますなと、お前手だ
精出さなんだろお前どんならんやないかい。そらどうでござりまんなおったん。この世の中な、働いた上にも働かんならん今日でござりまんけどもな、なんぼ働かんならん言うたかって体が弱かったら働かれしまえんがなおったん。そのでおたんな体がおたしなさかい結構でござりまんなおったん。ようしゃべるがっきゃなこいつ。一言言うたら穴引っかかってきやがんねんお前。うかつに物言えんなこのガキら。おっさん、あんたそこでひーぶーぶーやってるがそれどういう目的や。どういう目的？大層そう抜かすなあんたらお前。どういう目的だよお前。ただただ金湯に沸かしてんのじゃ。ただただ金湯に沸かしてるっておっさんとこそれ造幣局やおますまい。ぎょうさんそう抜かすなあんたらお前。造幣局やなかったらお前金湯に沸かされんかい。トラトやなおったん。小さいからしやがって人の話横手からそらすやなて。何がそらすや。トラトやおったん。造幣局やなかったら金湯に分かったれへん。そんなことないなおったん。造船所かて金湯に分かちてるがなおったん。て交渉かて金湯に分かちてるがなおったん。芋の屋かて金湯に分かちてるがなおったん。ほなおったんとこそれ造船所の方か。じんわりなぶってけつかん。こんな小さな造船所があるか親なほんまに。あーちげあーちげあーのーどーどーどー。またまたまったで。いや お前なあの他の子と同じように喋られへんねん。舌が回らんねん。あんな言いたいことがあったらゆっくり言うてみ。ゆっくりおっさんな仕事辞めて聞いてあげるさかいな。ゆっくり言うてみ。ゆっくりせせせせやだか言うてるなおったな。あのおたんそこであのひひうううううふいふいふいてなはるやろなおった。ほなちょっとかまの中から青いひが出てまんなおった。なるほどな。舌が回らんだけに言うことがかわいらしい。青いひが出てまんな。きれいやろがな。ほたらそっから幽霊出まっか。たんまにも舌が回らんのに同じようになぶってけつかんねん。こんなとこから幽霊出たりするかやアホやな。とらとやなおったん。またこのガキャ人の話横手からそらすやなそらすやなて。わらだいぶん物知ってると見えるな。わいら何でも知ってるが弁護士になったのか。うかつに褒めることもできんな。あせやさやお前大きなったらもう弁護士になれ弁護士に。てやろおたんこいつら何にも知らんすぎるがな。そんなとこから幽霊出たりするかい。余震波出たところで釜の中から出る幽霊やさかいに五右衛門の幽霊やなおったん。なるほどな。よう物知ってけつかね。釜の中から出る幽霊で五右衛門の幽霊。えらいおもろいな。先生五右衛門の幽霊や五右衛門の幽霊や。おさんあんた最高ごわすか。おいこらこらほらお前みたいな小さいからしやがってお前人のかかまで心配してるしたら大きなられんだ。ほんだらお前再婚壊すかってお前いかけやかてかかんのうてかい。とらとやなおったん。またこのガキャ何がそらせや。とらとやおったん。この世の中な捨てるお女中もなし捨てる殿方もなしやっやっぱり鍋かま屋は鍋かま屋みたいなもん同士つるむわな。つるむ。ほらまた読書抜かしやがったなこのガキャ。いかけや人間のように思うとらんなほんまにもう。ああせやせやもうつるむつるむ。ほなおさんお子さんごわすか。おいおいお前らなそうとっかけ引っかけ相手になったらおっさん仕事をする間がないやろ。お子さんごわすかてかかあったら子供もいてるわいな。ほなそのお子さんは和子さんでやすか姫子ででやすか。けったいなもの言い方すなあんたらお前。
イカキャの子を捕まえがって、和子さんや姫子でって、お前男の子じゃ。朝顔さん男の子でか。男の子やないと飽きまいんで、男の子な学校へ行きましたろ。ずーっと専門学校出ましたろ。あとは自分の頭の働きを何千万円何億万円財産残しまんねん。あんた鍋釜屋で出世せんかでな、子が出世したら親の名義も出ましたろ。ほな親は子のことを思い、子は親のことを思い、恩愛の情愛っておもろいもんな、おっさん。ほんでな、男の子はな、おなごの子と違ってな、肩が張って産みにくいということ、私ら母から金がね受けたまわってま。憎たらしいがっけな、こいつうちの死んだ婆さんと同じを抜かしてけつか。こない言うておりましても、ボンと言われるとちょっとこう義理立てしよんのが可愛らしい。ボンボン、お前お前や、あんたえらいおとなしいな。あんたどこの子や。おっさん、わたいな、向こうの神谷の子。なるほどな、宇治より育ち、同じようにお母ちゃんの腹痛めてこのようにほぎゃと伝ねやが、教育の仕方でこれだけ違うわ。ああこいつらどこの長屋の小せがればっかりや、鼻垂らしやがって悪いやつばっかり揃ってけつかんね。こないぎょうさんいてる中で、ボン、あんた一番おとなしいな。へえ、わたい病人。ちょっとおとなしいと思ったら病人や。散髪がきれいに買ってな、どこで買ってもらいなって。横町の短髪屋のおったんに。ほう、散髪屋のおっさんえらい上手でな。へえ、向こう商売。ほんまに己も達者やったらてこに合わんわ。どいつもこいつも悪いやつばっかりする。あら、また向こうから一人悪そうなガキ来やがった。おい、こら親父、こら親父、こら、そういうものの言い方すんのやないぞ。子供は子供らしく可愛らしく、おっちゃんおっさんぬかさんかい。へえ、何回つけつかんねん、この下手下手。人間に真ん中下手あるか、あんたらお前。何ぞ用事かい。金づち返してくれ、金づち。へえ、してもまだのに金づち返してくれ。こんなもん借りてお前どないすん。石掘ってくんのんじゃ、じゃがしゃうんだろお前。金槌ちゅうたらいかげで一番大事な道具や。こんなもんで石掘ってくられてたまるかい。ええ、何を。おお、返してほしけら返したら返したら、けど言うとくぞな、家帰って鍋や釜の底をガンガンと穴開けてこい。そんなことしたらお父っつぁんおかん怖いべ。お父っつぁんおかん怖いで一人前の悪さになれるかんだら。おっさんなな、子供の自分こんなん持ったら鍋やかますか、ガンガンと穴開けたもんじゃ。ほんで大きなって直しに回ってんのか、そんな。むかつくがっきゃな、ほんまに。貸せん貸せん、貸さなんだら前の日けっと。おおっさんが一生懸命いこしたい、なんで消すね。しょんべんで消したろか。しょんべん抜かしやがったな、このがっきゃ。この日がしょんべんで消せるもんなら消してみ。へえ、なんでもないこっちゃ。おい、きっちゃん、たきゃん、梅はまたみんな一緒にやったのか、それ、じゅ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 。うわぁ、ほんまに消しやがった。こら、うわぁ、いかげのさん、泣いてけつかんね。いいじゃん、ほんだら。あのな、向こうの辻の角にな、うなぎ屋のさん、うなぎ開いとんねんで。うなぎ開いたら、うなぎののろから針が出んねん。針出たらもらおうか。横町をくるっと回りますと、うなぎ屋さんでございまして。あ、頭痛いな。どないなったんね。最前までちょ、来た。またあいつらや。おいおいおい、あのな、あの、もうこっち来たらあかんで。お前ら来たら商売になれへんねん。さかい、向こう行き、向こう行き、向こう行きんち、あ、見つけた。お前や。ちょっと来い来い、ここへ来い、お前。お前、こないだお前、10銭の八幡巻きと5銭の八幡巻き、札入れ替えたやろ、お前。おっさん、10銭の八幡巻き5銭で売って、えらい損して、お前。家へ帰って、かかと喧嘩になる。あの晩、部屋の隅で膝抱えて一晩中おっさん泣いてた。お前知らんやろ、お前むちゃしいね。おい、そっちの子、そっちの子、あのな、勝手に尺持っていったらいかんて。その尺まだ皿やねん。あのチャンバラすんのやったらな、おっさんこの竹の棒を返してあげるさかい。その尺こっち返してて。いや、それ落としたら汚いさかい。じゃあ落としてあげな。言うてる尻から落としやがんね。お前何をすんねん。あ、すまんな、あのそこの子、うん、ちょっとその尺拾ってくれるか。うん、それ蹴りやがんねん、お前。どいつもこいつも悪いやつばっかりするてけつかんねん、ほんまに。お、僕拾ってくれはった。
大きにありがとう。ほななおっちゃん後でなんぞあんたにこうたげるさかい。すまんけどな、うん、その尺、うん、そこでちょっとジャブジャブと洗ってくれるか。うん、そっち持ってて、ジャブ、いやそっちと違うね、あのこっちに出て、そっち、あったあった、ションベン単語の中へつけてしまえがん、ね、あいつが一番悪いがな。おいおい、そんなもん振り回して遊んだらいかんって、そんなもん振り回してつい、あえ今うなぎにかかったんと違うか。誰も見てへん。いや、そんなわけにいかんがな、ほんま。ほんま、お前ら何をすんねんな。ええ、おっさん、今日一日、商売に穴が開いてしもたやないかい。おっさん、穴開いた。ほな、いかけのおっさんに直してもらいなあれ。どうもようこその運びでございました。ありがとう、御礼を申し上げます。本日は私の趣味の時間にお付き合いをいただくということで、趣味の落語、いや違う、趣味の鉄道でございますから、落語は仕事でございます。仕事と趣味がこう合体をいたしました、鉄道落語というのでお付き合いをいただければと思うんでございます。一応自分でこの落語を作るんもんですから、そないアホではできないんでございますよ。あまり賢そうな顔してませんけどね、まあ、まんざらそうでもないということ、鉄道の好きな方にもいろんなジャンルというのがございまして、乗るのが好きな方ね、私これ違うんでございます。ですから鉄道会社には何の利益をもたらさない。乗らないんですか。私はあの写真を、列車の写真を撮るので、撮るのに乗ったら撮れないんです。あの別に車内を撮りたいわけじゃない、その列車が走っている光景を撮りたいので、ですから、映画なんかでちょいちょいその、蒸気機関車が走るシーンなんかございます、ね、ドラマなんかでも時々出てきます。今でも日本あちこちにこう昔走ってたやつが復活して走ってたなんかして、で、こうロケをしてるところが、大体すぐに分かりますな。SL なんかバーって出てくる、あ、これは何駅のこの辺り の, あの民家のところ上がったところから撮ってるなとかね。で、それを嫁はんに言ったら黙ってと怒られたりなんかする。うるさいわい。せっかくの雰囲気が壊れるってね、私ら自分らよう言うてんのにね、お客さんに先筋言わんようにしてくださいよって言うてんのに自分が言うてたりなんかする。あ、もう熱なったらわからんのでしょうね。取る列車を取る方なんですが、これ取るのにもいろいろあるんでございます、ジャンルが。見ない人やろ、そんなことないんでございますよ。私はどっちかというと古いのが好きなんでございます。もう今にも滅びかけてるやつね、なんとなく落語と共通点を感じたりなんかします。どうやってこれから生きていこうかというようなところで、生きる道を探してたりなんかです。どうですかね、これからまた寝台特急なんかがどんどんとなくなっていくというような、ニュースが出ておりますが、まあ、なくなる前にあれでのんびりと旅行するのもええかと思いますね。まあ、新幹線便利ですけどね、あっという間に終わってしまいますからな。まあ、仕事で行くのにのんびりと旅するのには時間に余裕があればね、私時間に余裕があるんでございます。時間には金銭的に余裕がないこれが辛かったりなんかするんでございます。のんびりとこう夜行列車なんかね、いいですな。なんていうんですか、車窓のねあんまり下の回らん話かでございます。鉄道の話だけに、回らないかんのでございますけどね、こうのんびりとこう人家の明かりをこう眺めながらですね、こうちびちびとお酒を飲むというような、ですから昔のそういう列車というのは必ずその歌の歌詞なんかにもかなり、読み込まれております。歌謡曲なんか花嫁は夜汽車に乗ってとかね、さらば恋人とかいろんな歌ありますが、あれも大概こういろいろな歌も織り込まれております。歌にね、鉄道がそれだけまあ親密やったんでしょうな。まんじゅうでね、中がね、こしあんなのかつぶあんなのかとかね、まあそんなんどっちでもええんだけどな。
で、あのケーキ食べたらこれはあの生クリームなのかバタークリームなのかとか、そういうふうな具合で、取る車両も、好みがあるんでございます。わからんでしょね。言うときます。今日はそういうわからんのを聞いてもらいます。そんなことはないね。分かりやすい落語でございます。昔あの鉄道落語分かりにくいのやってね、お客さんにアンケート用紙に書かれましたな。二度とするな、正直なお答えでございました。まあそういうことのないように楽しい落語に心がけたいと思うんでございます。えらいすめ、えらいすめ、ここはあの緑の窓口ですね。はい、そうですか。ほな、あのお宅が緑さん。いや、あの徹子の部屋やお前なんだ。緑の窓口というとも、私が緑という名前やない。私は可愛いと申します。かわいい、かわいい。うせえ、ええ年したおっさん。ほっときな、あれ口の悪い人やな。何です。いや、あのちょっとあれをくんな、あれをね、あの電車に乗るときにいるやつ、ほれあの、こう改札でこうチョキチョキするやつ。古いなあんた。切符でか、そうそう、切符を送んなあれ。それでしたらね、あちらの券売機をご利用ください。いや、それ飽きめへんねん、あんた。いや、あのね、券売機でね、買われしまへん。券売機で買えない。ということは遠距離の切符をお求めですか。さあ、いや、さあて、あの話せな、別れしまへんねん。あのね、ちょっとこう見てもろただけでは分かれへんと思いまんねんけどな、実はね、実は渡り酔うてまんねん。分かります。あんたちょっとや、お前もそれ、あんただいぶん酔うてありますわ。分かりまっか、分かりまっか。いや、私もね、こない飲むつもりやなかったん。あのね、話してな分かれしまいねんけどな、わたいの友達のまちゃん知ってるやろ。知りまへん。知らんか、まちゃんやで、まちゃん。ほりゃあの背の低いぽっちゃりと超えた垂れ目のまちゃん。知りまへん。知らんか、おかしいな。まちゃんな、家建てておりまして、家、あの大きな家はお前のあの小さな家でんねんけどな、大きな窓と小さなドアがお前に、部屋に古い暖炉がおましてな。何やそれ、聞いたことおますな。やっぱり知ってんねや、まっちゃん。いや、知りまへん。知らんか。そのね、あの家の新築祝い持っていきまして、祝いを。ほな、まっちゃんがよう来てくれたな。祝いにもろた樽酒があるさかい、飲んでいきっちゅうて出してくれた。私ね、樽酒好きだね。木の香りがとしてね、好きなもんやさか、いっぱいのつもりが2杯が3杯がしない。ふっと気がついた、あんた8杯も呼ばれてしまって、またすまんな、今日はどうしても次いかんならんところがあるさかい、これで失礼するわっちゅうて、あんたバッとこう飛び出してきましてんけどね、私はどこいたらよろしい。そんなん知りまへんわ。知りまへんわ、あんた。そんな冷たいこと言いなはん、あんた。あんた駅員さんでしたろ。駅員さんやったら私が思い出すの、鉄道って。こんなもん、しょうもないシャレ言いなはん、あんた。もう、けどね、あんた、そんな自分の行き先忘れるほど飲みなはんな。そうですね。そうですね、私もこう今日はね、ちょっと反省してますね。いや、あのね、私あの こない飲むつもりはなかった。話せな分かれしまいねんけどな、わざいの友達のまちゃん知ってるやろ。知りまへんって。知らんか、まっちゃんやで、まっちゃん。ふりゃの背の低いぽっちゃりと超えた垂れ目のまちゃん。知りまへん。知らんか、まっちゃんな。まっちゃん家建っておりまして、家、大きな家はお前にあの小さな家でねんけどな、大きな窓と小さなドアがおまんねん。部屋に古い暖炉がおましてな。そこは聞いたことがある。やっぱり知ってんねや、まっちゃん。
知らん。ああそう、その新宿祝いも持っていきまして、ほなまっちゃんがよう来てくれたな、祝いにもろた樽酒があるさかい飲んでいきっつって出してくれた。わしね、樽酒好きだね、木の香りが出てね、好きなもんやさかい一杯のつもりが2杯が3杯3杯が試合ふっと気がついたんだ。8杯も呼ばれてしもて、まちゃんすまんな、今日はどうしても次行かんならんところがあるさかい、これで失礼するわっちゅうて、ビャッとこう飛び出していきましてんけど、私はどこ行ったらよろしい。かなわんな、この人。ちょっとね、あんたの家いっぺん電話かけて聞きなはれ。そりゃあきもいいに、今日はね、今日はあの家のもんね、みんな出かけて誰も家にいてしまえん。携帯へかけたらよろしい。それ秋めんに、あ、どういうわけですかな、あのこれ家の電話番号はねちゃんと覚えられますねんけどね、それあの携帯電話の電話番号ね、あれあんた覚えられしまえん。覚えられんって自分の携帯に登録してまえんけ。それ秋めんに、あんた私ね携帯電話持たしてもらわれしまえね、1週間に用て3つもなくしましてな、こてもらわれしまい。難儀なしてやな、ほんまに。もう備えなるまで飲みなあな。そうですね、今日は私もねちょっと飲みすぎまして反省してますね。いやあのね、こない飲むつもりやなかったね。話せな別れしまいねんけどな、私の友達のまちゃん知ってるやろ。知ってます。よう知ってますわ。まっちゃんちゅったら何でしたら、あの背の低いぽっちゃりとこういった垂れ目のまっちゃんでしたろ。まっちゃん家建てはりましてな、大きな家やお前ね、ちいちゃな家でねんけど、大きな窓と小さなドアがおまんねん、部屋に古い暖炉があって、あんたその新宿街持って行きなあったんや。なまっちゃんがよう来てくれたな、せっかく来てくれたんや、祝いにもろた樽酒があるさかい飲んで行きっつって樽酒出してくれあったんや。あんた樽酒好きだね、木の香りがへーとしてね、好きなもんやさか一杯のつもりが2杯が3杯3杯が試合ふっと気がついたら8杯も呼ばれてしもて、次いかんだなんところがあるさかい、これで失礼するわっちでビャーと飛び出してきたけども、行き先忘れましたんやろ。見てた。見てまえんわ、あんまり難儀な人やな。あのね、なんぞこの手がかりはおまへんのかいな、その俺あの西へ向いていくとか東へ向いていくとか、どこどこ行きの電車に、あよう言うてくれました、よう言うてくれました。それでしたね、それでした。私ね、あの新大阪方面に向かう電車に乗りまんね、うち出る時ね、嫁はんが言うてくれまして、あんたようちょいちょいあの電車乗り間違えねんさかい、今日はちゃんと乗り間違えんと乗りやっちゅって言うてくれましてね、新大阪方面に向かう電車に乗りますね。えこれはあの間違いお前わかりました。ほなあの順番にこの駅の名前言うていきますんで、ここやっちゅうとこがあったら聞いとく、言うとこなりよろしゅうまんか。まずこの大阪駅を出て、最初はこの新大阪ですわな、これは違いますね。すると次は東淀川、すいたお腹すいた。あのねそんなことはどうでもよろしいね、あんた自分の行き先はよう思い出しなあれ。岸辺違いますか、すいた岸辺、千里岡、茨城、摂津富田、高槻、島本、山崎、長岡京、向こう町、桂川、西王子、京都でか、懐かしいな。ちょっと聞いてもらえまんか、うちのね、田舎のね、小学校の修学旅行があった京都でした。いや俺らの京都駅のすぐ駅にあるあのほれろうそくの化け物みたいなやつね、あの京都タワーのすぐ駅のね旅館へ泊まりましてな、懐かしいな。あのね、実はね、ちっちゃい自分にね、親父を事故で亡くしましてな、母親が女で一つで育ててくれまして、せやけど修学旅行なんか行くような金おまへんでいたよな。せやけどね、修学旅行行かれへんってそんな惨めな思いさせたらいいって言ってね、寝る間も惜しんで母親が働いてくれて、ちゃんと修学旅行行かしてくれまして、そんな母親にあんた土産の一つも買うて帰りとおましたろ。せやかいね、母親に内緒で近所の酒屋のおっさんに頼んで、あ
アルバイトさせてもらってね、ほんであんた京都の八つ橋あんた土産で買うて帰りまして、ほら母親がえらい喜んでね、あんたがそらして買うて帰ってくれた お土産お母さん一人でもったいのって食べられへんっちゅうてね、父親の仏壇にそらえてあんた出会わしてまんねやから、わたいちょうどなその時にまっちゃんとこ遊びにいてまして、それ見てまして。それまっちゃんの話でか？そうですよ。誰が私の話し合いましたね。えまっちゃんいいやつでしゃろ。まっちゃんどうでもよろしいね、あんた。あんたほんで今日は京都行きまんの？京都でか？今日は京へ行きまへん。何を言ってる。ちょっと待っとくなれ。私もねもうこの先ちょっと時刻読みさせてもらいますわ。ちょっとこれ見て言わせてもらいますわ。京都出たら次、山科です。違いますか？大津ぜぜ石山瀬田南草津立東森山安、違います、ないですか？安篠原大見八幡安土能登川稲江川瀬、南彦根米原、ないですか？すまん、ここで時刻用のページが変わりますね。ここが芸の細かいところ。米原を出ますとサメガイですな。サメガイ大見長岡柏原関ヶ原樽井大垣穂積西岐阜、木曽川尾張一宮稲沢清須琵琶島名古屋。すまん、名古屋でか？おしっこ。もうちょっと早いこと言ってきなあれ。えらい、すみません、ちょっと遅なりまして、すみません。ちょっとこのね、あのズボンの裾にかか汚いな、ほんまに。ちょっと待っとんなね。今名古屋まで行きましたかな。名古屋を出ますと音橋、金山厚田笠寺大高南大高京和大部会津間刈谷野田新町東刈谷、三河安城西岡崎岡崎愛美高高田三加根三河塩津蒲郡三河宮三河大塚愛知水戸西小堺豊橋、二川新所原鷲津新井町弁天島舞坂高塚浜松、まあ間違うことも分からんと思うけど、まあ言うとこうかな。天竜川豊田町岩田袋井愛の掛川菊川金谷島田六号藤枝西会津焼津持ち宗安倍川静岡。すまん、後ろに並んでる方この窓口大変立て込んでおりますんで、すまんけどちょっとあの隣の窓口へ行ってもらいますが、あんたちょっと隣へ行って。あんたがいいな、あんなほんまにも、早いこと思い出しなあれ。今静岡まで来ましたかな。静岡を出ますと東静岡草薙清水沖津由井神原新神原藤川富士吉原東田子の浦原片浜沼津三島神奈美熱海。すまん、ここでもっぺん時刻表のページが変わります。はい、熱海を出ますと湯河原、真鶴根府川早川小田原鴨宮神津二宮大磯平塚茅ヶ崎辻堂藤沢大船戸塚東戸塚保土ヶ谷横浜、東神奈川新小安鶴見川崎蒲田大森大井町品川田町浜松町新橋有楽町東京。ね、アホでできまへんやろ。もしお客さん着きましたで、もし東京まで来てしまいましたかな、ちょっと起きなあれ。早いこと起きないと。すげえな、ついうとうとうとちょっと寝てしまいました。ほんでおましたか？駅はおましたか？あんたの行き先の駅は。いやだおまへん。ない、あかん、真っ暗や。真っ暗。思い出しました、私ね地下鉄に乗りますね。
しばらくの間梅団地の方でお付き合いをいただきますが、まあ見てもろたら大概お分かりになられるかと思いますが、こういう人間ですからな、うちの師匠の春団地にはよう怒られました、ね、もう見ただけで怒られそうでしょ。ただね、修行中に2つだけ、めったに褒めない方でございますが、褒めていただいたことが2つだけあります。それは何かというと、うちの師匠の春団地というのはJR の阪和線の沿線に住んであったんですね。ですから京都へお仕事の時に、その券売機で切符を買うのに、おい春秋、その当時春秋でしたから、春秋、京都までの切符を2枚買ってきなさいと言ってお金を渡されるんですけど、師匠、大阪駅で一度降りた方が料金が安くなります。えらい。これが一つですな。で、門座へ出てありました、道頓堀の、門座へ行くのもうちの師匠は、JR から天王寺へ出て、それから、地下鉄に乗りますと費用がかかるんで、高野線まで歩きなさい、何回高野線までこう歩いて行ったんでございます。でも私が途中でですね、師匠、毎回高野線行け高野線行けって言うてありますけども、 JR 難波行った方が安いんですけど、えらいこれ。そう、 JR だけで行って JR 難波から歩いた方が安いんですわな。ですから、褒められたらこの2回、どっちも鉄道に限る。落語で褒めたことも何にもございません。関西には三参りと申しまして、有名なお参りが3つございます。一つは京都祇園さんのおけら参り、もう一つは讃岐のこんぴらさんはさえ橋の行き違い、今一つは大阪野崎参り。ここは昔5月の1日から10日間というものは大勢のお参りで大変にぎわいました。でここにございました、我々同様という馬のおた2人、野崎参りをしようと大阪を東へ東、片町も過ぎ突貫堤へかかりますと集中ブレーコ、その道中の陽気なこと、これ何やってるか分かりますか。この可愛い女子の人でございます。だいぶ見えにくいと思います。この女子の人がつけてるこのかんざしが揺れてるところ、いちいち落語を止めて説明せな分からんげん。ちょっともし待っとうくんなあれな、何をグズグズしとんねん、早こい早こい、まあ足の速いこと、もっとゆっくり歩いとうくんなあれな、何をごちゃごちゃ言うてんねん、早こい早こい早こい、よーい、ちょっとせいやん待ってて、お前、いやお前みたいにそない早う歩いたらかなわんな、もういやもうわい、もうこれ以上歩かれんで、情けないなお前は。ほなこれからお前を隅の塔まで船に乗せたらさ、一緒にするあかんわお前、せや船は嫌いやねん、船言うたお前板一枚下地獄やろ、情けないなお前は。心配せんでもええねん、ここらのお前小川行く船や、普段は小鳥船でもな、今日はお前盲船の一枚も敷いて美しい下ある船や、隅の塔までお前たった5銭で乗せてくれねん、心配すな。あそうか、ほなせやん大丈夫やな、大丈夫や。ほんでお前どの船乗ったらええねん、どの船でもかめへんにゃ、遠慮せんとはよ乗れ。お前手荒いな、むちゃしない。あらせやん、これお前どないなってんねん、どないなってるってもう船に乗ってんねん。これもう船に乗ってんの、 あかんで、この船動く、当たり前やないか、動く境に向こう行くのやないか。いやそうかてなわいな、動く船嫌いやねん、変わってるなお前。ほなお前どんな船が好きやねん、どんな船ってな、あの地べたからしっかり根の生えた、そんなもんどこも行けへんがなお前、ほとなし座ってたら大丈夫やいか。おい船頭、乗り目決まったら早う船出してくれ。はあ今出しますでな。おいのよ、おいそこにある弁当、おそれからじゃで上上げといてくれ。結構結構、あもしもし、今お乗りになった客人、えらいすまんがの、船を出しやすで友を一つ張ってくれんかの。な、何やて、船を出しやすでな、
そうも一つ貼ってくれちゅんじゃ。おい、お前、それ噛めへんのか、おい。噛めへんのか、遠慮することありゃせんでな。ベーンと一つ貼ってくれ。あ、そうか。それはまあ、お前が貼れ言うたら貼らんことないけどな。いった？お前、何をさらすねん。いや、せん、おこたいかんて、おこたいかんて。いやいや、いやのな、船頭がな、船出しとって、友を一つ張れ言って。な、わいの友ってせん、せいやお前やろ。せやせかわい一つ殴った。またあたい、はら客人手洗いの、そら間違いじゃ。おらのいなせえないのんじゃ。そこにある防具に持って決まってくれっちゅうんじゃ。ええこの杭持って決まんの。でやん、この杭持ってきばんねんて。えらいすまんな。いや、先導がいかんねん、お前。とも晴れ言うさかいな。いや、わいもな。わいもおかしいと思ったんやで。なんでせいやんの頭叩いたら船が出んねやろ。何を言うとんの、お前。気ぃつけ、アホ。はい、えらいせいやんすまんな。奥さんも怒りないなって。おい、先導、この杭持ってきばったらええのんかい。よし、わかった、行くぞ。いよっ。よっ。おい、船頭、もう決まってるで、おい。おい、戻しますでな。よっ。よっ。あら、くそったれ目が。これぐらいでこの船離してたまるかい。なんでこの船、今日はこないに動かん。動かんはずじゃ。あんなとこ持って気張ってけつか。ほら、客人わからんの。おらぬいなせえないのんじゃい。その杭を向こうへボンとついてくれちゅんじゃ。お前、つくのやったらつくと最初からそないぬかせあんだろ、お前。ともはれやとか気張れぬかさかいなん、こないなんやがな。この杭をこうついたらいいのんか。よし、やったら行くぞ。ほら、いいよっと。人間残ってる時の力でものすごいな。杭がバーンついたったら杭がシューッと逃げていきよる。船が出てんねやがな、アホやな。なるほどな。考えたら、考えんでも同じこっちゃないか、アホ。お前な、そんなポン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 偉そうに言わんかて言えないか、お前。なんでお前いつでも偉そうにばっかり抜かしよう。せや、ちょっとわいな。偉いことした。どないして。ちょっとな。わい、ちょっと、忘れもんして。ほんまに、己の忘れにはかなんな。この間かですやろ。野瀬の妙見さんお参りしたとき、茶店へ物を忘れて、取りに行ったらなかったやろ。うん。ここやったらまた船が出て間がないわ。取ってこい。いや、もうええわ。いや、もうやれんがな、お前。船頭に5000ほどやったら船つけてくれんねやがな。取ってこい。わいも、我慢するわ。我慢するとお前何忘れて。おしっこ。え、おしっこ。しょんべんすんの忘れて。アホやな、お前。しょんべんぐらいその船のヘリからこう。船のヘリから水見たら怖い。情けないな、お前は。そういう時は心得事やで。ええか、竹の筒を持って飲んねん。な、その筒をこう、というふうにしてしょんべんしたらええね。一緒じゃあかんねん。それな、こないだわい友達に教えてもろて、えらい目に遭うてん。竹の筒がええ言うさかいな。なるべくこの水見んようにおったら長いやつ持って乗ってん。それというふうにしてしょんべんしたら始めよかってんで、気持ちをシャーっと出てたさかいな。わあ、こらええ気持ちやな、思ってたらな、しょんべんが後戻りして、またぐらびしゃびしゃ。汚いな、お前は。わかった、どうせお前のこっちゃ。穴開けんの忘れてた。いや、穴はな、ちゃんと両方開けたってんけどな、真ん中に節があってん。知らんがな。そんなことするさかいしょんべんが戻ってくんねやないかいな。まにもう今さらどない。おいおい、お前のその横手にあんの竹の皮と違うか。竹の皮やろ。おそれぞお前しょんべんしたらええね。この竹の皮でこれで
いや、これどういう具合に、どういう具合にて、それでお前のをこう包んでしたらええねやがな。ああ、なるほどな。やっぱあの巻き寿司包むように、お前の好きなように包むや。お前な、何をしとんねん、お前な、何をしてんねんちゅう。え、しょんべんした、しょんべんしたんかい。しょんべんしたらお前そんな竹の皮あらんかてええがな。お前皮ん中掘ってしもたらええがん。いや、これきれいにあろうてな、また後で握り飯包もうとん。汚いやっちゃな、ほんまに。もお前とおったら恥かけ詰めやないかい。言うとこでな、お前とわしと二人だけ乗ってんねん。あれね、こうしてちゃんと乗り合いが決まったねん。あ、できるだけお前静かにせないか。いや、それあかんねんせやん。わしらこう静かにしてたらな、こう口の中にな、虫が湧いてくる性分やねん。けったいな性分やな、お前は。ほら、ちょうどいいわ。あのな、向こうの堤歩いてるやつとお前喧嘩せんかい。喧嘩、喧嘩、ちゃあかん。わい、喧嘩嫌いね。大事な、こっち来ない人船に乗ってんねやろ。向こうからお前石でも投げよったら逃げるとこあれ。情けないな、心配せんでもええねん。野崎舞の喧嘩はな、なんぼ口で言い合いしても手一つかけんというのが名物や。ここでこう言い合いするやろ。船が墨の戸へ着くわ。先ほどは失礼をいたしました。これから仲ようお参りいたしまよか。さあ、おいなあれや。チャチャラちゃんちゃんと踊りながら行くね。行く道だけの喧嘩や。この喧嘩に言い返しさえしたら、その年の運がええちゅうね。運定めの喧嘩やがな。一番やったらんかい。あ、そうか、運定めの喧嘩かい。ほなな、ほなわ、やったるやったるわ。おーい、向こうへ行くやつ。アホやな。向こうへ行くやつと、お前朝の早うからこっち帰ってくるやつがあるか。お前見てみーな、お前みんな向こうへ行くやつやないかい。せやないがな、誰なら誰と言わな分かれへんがな。はっ、そらせやな、はっ、誰なら誰。よっしゃ、分かった。おーい、誰なら誰。ほんまもんやな、お前。お前ほんまもんのアホやな、お前。いや、せやないがな。おいおいおい、向こう見てみーな、おなごに傘差し掛けてあいあい合戦行くやつがあるやろ。ああいうやつを喧嘩の相手に取らんかい。え、ああ、なるほど。あの向こうおなごと仲良くこうごちゃごちゃしていくやつ、あんなんせやんの、どない言うたらええねん。何にもわからんな、お前は。ほな、俺教えたるけど言うとくぞ。喧嘩やさかいな、負けたらあかんねん。ボンと言うたらええか。おい、おなごに傘差し掛けて夫婦気取りで歩いてケツがあるけども、けどそらお前のかかやなかろ。どこぞの稽古屋のおっしゃんをうまいこと言うて隅の堂あたりで連れ出して坂所でどんがら痛めてバーンと蹴倒そうと思ってケツがあるけども、けどそらお前の面では分をそうじゃ稲荷さんの太鼓でドヨドーンドヨドンと、こない言わんかい。それ誰が言うねん、それ。誰がって、お前やないか。いや、そらお前はそらよう言うててや、お前へんで。一言みたいに言うてんと、これぐらいのこと言うたら、よっしゃ言うたるわ、ほんまに。おーい、おなごに傘差し掛けて行くやつ。後先に見えまへんが、私ですかーい。へへ、あんたでやっせ。喧嘩にあんた言うやつがあるか、ほ。己じゃ言わんかい。アホやんな、せいやん。そんなこと言うたらあの人怒るがな。いや、怒るさかいに喧嘩なんやがな、お前。己じゃ言わんかい。あ、せや。わい、喧嘩すんのコロッと忘れてんねや、いない。己じゃーい。それがどないぞいたしましたか。いや、あのね、いや、あの、その、まあ、あの、早い話、喧嘩。早いも遅いも、はよ言わなあけんから分かってるがな、うるさいな、お前は。おーい、ふうふう、気取りで歩いてけつかるけどな、こら、お前。おい、せやろ。おそんでええんやがな、お前。その次言わんかや、その次。けど、せや、お前の賭けやなかろうが、お前な。おい、せやな。そんでええんや、その次や。その次。あ、お前、どこぞの稽古屋のシェフら、お前。おい、せやな。いちいち尋ねな、お。向こう言わな喧嘩になれんの、分かってるがな、うるさいな、お前は。おーい、隅の堂あたりへ連れ出してな、坂所でどんがら痛めてボンボンチキチキ、あのボンカチキ、あの、お前いかんぞ、お前な。あの、蹴倒そうと思って蹴つかるけども、けどついお前の面ではブーそうじゃーい、こらほんまに。稲荷さんの太鼓でな、どよどーんどよどーん。おうおう、下も回らんのに、ね、何を抜かしやがんねん、ほんだら。
おーい、えらいすまんけどな、こんな女子と違いますのんじゃ。ほんたらこれはわしの可愛い女房でおましてな、これから二人で仲よう参詣いたしますのんじゃ。さようか。そらまあまあお楽しみ。アホやな、喜んだら喧嘩に負けんなるがな、負けたらあかんねん、ボンと言うたれ。おい、お前のカカならカカにしといてるけども、けどそのカカお前を嫌てるわい、その証拠に今にカカに逃げられるわい、とこない言うたれ。せや、ちょっと熱が出てきた。知恵熱出しやがって、アホ。これぐらいのことボンと言うたら、よっしゃ、言うたるわ、ほんまに。おーい、えらいすまんけどな、もっぺん聞いて。頼むな、アホ。頼まんと言わんかい、分かってるかな。おーい、お前のカカならカカにしといてあるけどもな、コロンマン、けどそのカカお前を切ろてるわーい。あんだらな、その証拠にな、今にカカに逃げられるわー。わいもな、こないだ逃げられて。アホやな、お前は。おーい、えらいすまんけど、そんな仲と違いまらすのんじゃ。ほんたらこれとわしと相棒で、でっきとした仲人が入り、しかいなみ静かにとうとてもろたかがじゃい。そこどけや、ほんまに。お前に任しといたら喧嘩負けになってしまうわ。今年一年ろくな年になれる、お前。そっち行った。ほんだら、おーい、浮かれて歌を歌えるな。ほんだら、歌いはどうでもいいぞ、なんやら踏んでるぞーい。どーこーにー、嘘やーい。さあ、これでこっちの勝ちや。なんや、せいやさっぱりわからんな。え、な、何かの野崎参りの喧嘩っちゅうの、嘘やっちゅうたら勝ちか。せやないがな、何も踏んでへんのに、踏んでるぞと言うて嘘ついてやると、下見て出るてる、それでこっちの勝ちや。は、なるほど、相手が下見て出れたらこっちの勝ちか。じゃあ俺はやるやる、いやいや、やらし、え、え、やってるわ、やってるわ。おーい、その先行くやつ、お前もなんやら踏んでるぞーい。踏んだがどないしたい。はあ、怖がったらあかんがな。何を踏んだや、尋ねんか。何を踏んだんじゃい。俺の踏んだんは馬のクソじゃ。せや、馬のうんこちゃんを見張ってんて。馬のうんこちゃん踏んだらどないぞなりまんのか。よう覚えとけ、馬のクソ踏んだら背がたこなるぞ。さようか、馬のうんこちゃん踏んだら背たこなんねんて。うわ、ええこと教えてくれて、大きに。お前がそんなこと言うて喜んでるさかい、包み歩いてる人がみんなどない言うてる。カタカナのトの字のチョボが下手だとこない言うてるわな。せやそれ何のこって、何にもわからんな、お前は。俺が背が高うてお前が背が低い、そこでお前のことをカタカナのトの字のチョボやとこない言うとんねん。ムカつくな、お前。わい、ちっちゃいちっちゃい言われるのいっちゃムカつくねん。これでも十分八寸切るわな。八寸切ったら一人前や。三尺八寸か。うん、二尺八寸。やっぱり小さい。かっとくな。せや、もっぺんだけ教えて。もっぺんだけは負けたらあかんねん、ボンと言うたれ。おい、小さい小さいと軽蔑をさらすない。大は小を兼ねるといえども、タンス長持ち、あら枕にならんわ。牛は大きいてもネズミはようとらんわ。江戸は浅草の観音さん、お御嶽一寸八分でも十八軒四面のお堂に入ってござる。山椒は小粒でもヒリヒリ辛いわーいとこない言うたれ。せや、脈が早なってきた。脈ぐらいどうでもかい、負けたらあかん、ボンと言ったら、よっしゃ言うとるわ、ほんまに。おーい、ほら、また小さいの出てきやがったな。ほら、物を抜かすのやったら立って抜かさんかい。これで立ってるわーい。座ってる言わな、負けるかな。座ってるわーい。くらんま、小さい小さいと選別すな、軽蔑やがな、アホやな。軽蔑すな、くらんま。大は小を兼ねる、お前タンス長持ちはあれはお前嫁入り道具。当たり前やないかい。当たり前じゃあんたら、牛はな、牛は大きいってもあれ牛肉やぞ、お前。お前らたこうて妖怪へんやる、ざまみやがら。ほんだら、そう言うたらせえやん、わいらもまだ食ったことないな。アホやの、むかつくね、あいつ。おーい、江戸はどさくさ。違う違う、わかってるっちゅうね。おーい、江戸は深くさ。違うがな、江戸は浅草や。浅草やて、アホくさ。何を言うとんのお前。観音さんはな、観音さんはお見たけが十八軒でもやぞ、一寸八分のお堂に入ってござる。そんなもん入れへんがな、アホやな。入るかい、ほんまに。入らな、無理から押し込め。あんだら、三種はな、ヒリヒリと辛いわーい。ほら、お前教えてもろたら、教えてもろたと俺はっきり抜かせ。あんだら、三種はヒリヒリ辛い、小粒が落ちてるわ。え、小粒、銭が落ちてまんの、どこに。
門の中でも師匠に一番似てると言われている私でございまして、一つお付き合いをいただこうと思うんでございますが、やっぱりなんですね、女の子の出てくるお話というのは少ないようでございましてね、女の子の出てくるお話、今日はまあそういうお話を聞いていただくわけでございますが、うちの、娘がいておりまして、この娘がまた父親にそっくりでございましてそこは笑うところではないと思うんでございます言うときますが、女の子この顔を女の子にしてこんなに可愛いなるかっちゅうぐらい可愛いんでございますよ、まあそういうお話でございまして、また十一夜の子守や、けったいな子やな、この子は。よその子守やみんな案内して固まって遊んでるっちゅうの、この子一人だけいつも来ないして、うちの店の商売物の面見とんねん。こんなもんがそない面白いかいの。あー、これこれ、いや、かめへんで、かめへんねんけどな、おっさんいっぺんあんたに聞こうと思ってたんや。あんたいつもそないしてうちの店の前立ってじーっと商売物の面見てるやろ。何かこんなもんがそない面白いか。別に面白いことないけども、これがうちのおかんによう似てる。なるほどな、おかんに似た面があるっちゅうのかい。でどれやねん。何かお前とこのおかんちゅうのはおたふくみたいな顔してんの。そっくり。ああそう、へえ、こんな顔の人あんねんないっぺん追ってみたいな。そやとお前こうて帰ったらいつでも好きな時に見れるがな。別にこうて帰らいでもここへ来たらいつでも見れるさかいらん。そりゃせやけどな。いや、かめへんで。いや、かめへんねんけどな、あんたいつもそないして店の前立ってじーっと商売物の面見てるやろ。ほんで一日中ずっと見てシュッと帰るやろ。なんや、損してるような気がする。で、かめへんで。いや、かめへんねんけど、こうて帰ったら夜中でもいつでも見れるがな。金がない、負けといたのがちょっともない、みな家送ってる。ああそう、えらいな。で、あんたどこの子や。池田。また遠いとこから来てんねんな。なんちゅう名前。おせつ。いい名前やな。何かこのおたふくの面そないおかんに似てんの。ああそう、ほなもうこれお前にやるわ。おさん急にいらんようなって。いや、どうせここへ置いといてもお前のために置いてるようなもんやがな。な、やるっちゅうとやんねんさかい持ってん。お金ができたらちょっとずつ持ってくる。いらん、おさんな、押し売りする気はないねんさかいな。やるっちゅうとやんねんさかい持っていに。けど言うとくでな、大事にせないかんねんで。うん、大事にするよって喜んでこのおたふくの面をもろて帰りました。自分の部屋に持って帰って箱の中にしもうておきました。暇があったら自分の母親やと思ってこう見たり話しかけたりしてたんですな。教師もここの旦那、夜中に廊下を歩いておりますと、おせつの部屋から話し声が聞こえてくる。今自分一体誰やねん。十二と言うても女の子やで。何おかん、いつ見ても達者そうやな。おかん、いつ来たんや。来んのやったら言うてもらわな、どんならんな。何おかん、おやすみパターン。おかん箱の中しまいよったかな。なるほどな、ほら人間やないな、なんやろな。まあいいわ、明日にでも調べてみたろ。あくる日の朝になりますと言うと、おせつは子守で表へポイッと出ます。留守中に旦那がおせつの部屋を調べてみますと言うと、箱の中におたふくの面が入った。はっはあ、これやな、これがおかんや。なるほど、よう似てるな。こないだ挨拶に来た時わしゃもう笑いこらえのしんどかって。そう言うたらあのおせつもよう似てるな。あれこたふくやな、こたふくにおたふく。待てよ、こないだ人にもろた般若の面、鬼の面、あれら恐ろしい顔してんね。こないだもな、あの鬼の面つけてうちの子にうわーちゅたったギャーちゅっても泣きやまんで往生し、せや、あの鬼の面とこのおたふくの面入れ替えといたろ、びっくりしよるやろな。
おかん達者なかーちょって箱開けるわ。鬼の面に変わったらキャー言うてるとこでわしがこのおたふくの面つけて、あおたやんはこちら、あおかはんはこちら踊って出たろ。これおもろいわ。いっぺんやったろ。陽気な旦那でね、このおたふくの面と鬼の面をこう入れ替えまして、あとでおたやんはこちらとこう踊って出るつもりやったんですが、どういうわけかその日に限りまして、お店の方がえらい立て込んでおりまして、これをコロッと忘れてしもたんですな。お節の方は火いっぱい子守を済ませまして帰ってまいります。今のうちにおかんに男というので、箱を開けて中を見てみますというと、怖い怖い鬼の面に変わった。今の子供でしたら、もう誰やいな、こんなしょうもないことをしよった、幼稚なやつうてなもんですが、昔の田舎の子で純朴でございます。これは母親の体に何か起こったに違いない。村出る時に村のお地蔵さんに何かあったら夢にでも知らしてくれるようにと頼んでおいた。これは母親が病気かなんかで苦しんでんのに違いない。それでこんな恐ろしい顔になってしもたんやとこない思い込みましたんで、この鬼の面を懐へ入れるちゅうと思ってでっと飛び出します。先ほど申しましたように池田の子でございまして、今池田行くのね、梅田から阪急電車乗ったらも15分や20分で行けますけども、昔は歩いて行きますと一日中かかったんですな。子供の足ながら急いでどん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 と帰ってまいりましたけども、さすがに池田の山にかかる頃にはもう日はとっぷりと暮れてしまいます。わあ、綺麗なお月様やな。月明かりだけを頼りに薄暗い山道をとぼ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 帰っておりますと、おい、お前この辺の子か。そうか、ほらちょうどよかった。おい、田舎の子やったら火起こすのすまうまいやろ。すまんけどちょっとこれ火起こしてくれへんか。わしかい、わしらの向こうにお堂があるやろ、明かりが見えへんか。あっこでなみんな言ってこんなことして遊んであんねん。わし見張るやねん、この頃警察がうるさいねん。警察がおかげでも夜通しここで頑張らんならんねんけどな、ちょっと冷えてきたよってね、火起こそうと思ってやってんねんけど、ちょっとも行これんねんな。ちょっとお前すまんけど火起こしてくれへんか。急いでる。そんなこと言いないな、お前。あのな、向こうに菓子屋とか寿司屋とか食い物が餃子あんねんな、何ぞもろてきたりよってん頼むわ。田舎の子ですから困難はうまいもんでして、その辺に落ちてる石ころ拾うてまいりまして、簡単なかまどのようなものをこしらえまして、枯葉を集めて火をつけたんですが、なんせ青松葉やなんかがぎょうさんに混じってて、もこ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 煙ばっかり出て思うように火がつかん。こら煙たいというので懐から鬼の面を出しまして、顔に当ててふーっとやってた。ちょうどそこへ最前の男が帰ってまいりまして、おい、どないや、ぶうえお前煙ばっかりやがな、お前しっかり頼むで、これやったお前ワイの方がマシやがな。言うてるところへブッと火がついた。もうもうとした煙の中に鬼の顔出たー。ちゅうなり爆地やってるところへ飛び込んできた。出た出た、おいみんな警察や警察や、早いこと逃げ、おいおい警察や、早いこと逃げっちゅうねん。いやちょっとワイ探し物してんねん。探し物、何探してんねん。ワイな、ちょっとサイコロを探してんねん。サイコロ、そんなもんお前ほっときいな。いやあれな、苦労してこしらえたんやで、お前ニート6しか出えへんやつ。なんでめえわ、早いこと逃げ。うわ、みんな一目散に逃げてしまう。お節の方は家の方が気になりますので、こっちゃの方はほっといて急いで家へ帰ってまいります。お父っつぁんちょっとここ開けて、お父っつぁんちょっとここ開けて。だ誰や今自分。え、お節、お節か。ちょっと待て、おい、甘い顔すんのやないぞ。向こうの旦那は誠にようできたお方や。あんな結構なとこから今自分お節が帰ってくるってのはどうせろくなこっちゃない。甘い顔すんのやないぞ。分かったな。ちょっと待て、さあ入れ。お父っつぁん、おかん病気と違うか、苦しんでんのと違うか、病気と違うか。え、おかん、おかん達者やで。お前見てみいな、お前縫いもんしてるわな。おかん達者か、それやったらええねんけどな。けったいなやっちゃな、お前慌てて飛び込んできたと思ったら何や、ぼーっとしとんねん。
何ぞあったんかい。まあまあ上上がれ。どないしてん。うん、麺屋のおやっさんにおたふくの麺もろた。あれよう似てるな、あれな。お父っつぁんもいつもそない思うわ。うん、それが怖い顔に変わってた。お、ちょっと見せてみ。ほんに恐ろしい顔や。般若の面、鬼の面や。うん、で、おかんが病気やと思って帰ってきた。アホやな、お前。こんなもんが勝手に変わったりするかいな。誰ぞが天国しよったんやな。こないアホやと思わなんだろ。ほんとお前これ、誰ぞに断ってきたんかい？勝手に飛び出してきた。そらいかんがな。誰ぞに断ってきたんならな、今晩ぐらい泊まって帰ったらええってなもんやけど、それやったらそういうわけにいかんがな。さあさあ帰ろ帰ろ。あのな、お父っつぁんもついて行ったるさかい。帰ろ帰ろ。そうかってお父っつぁんせっかく帰ってきたんやし、今晩ぐらい泊めてやったらよろしいから。そういうわけにいかんがな、お前。今自分お店で大騒ぎしてなのに違いないね。さあさあ帰ろ帰ろ。そうかってお父っつぁん明日の朝早く帰らしたら同じことやがな。同じことあるか。お前ごちゃごちゃ言うな、黙って。おかんええねん。おかんの体が心配なさかい帰ってきただけよってな。他者なんさえ分かった。もうそれでええねん。な、もうこれで犬は。いや、お父っつぁんも止めてやりたいねんけどな。そういうわけにいかんねん。な、お前も分かるやろ。おい、何度壊したれ。いや、クーマぐらいあるわい。あのおじやがってろ。あれ、ぬくめたれ、あれよ。早く来い。ほんで、あの裏のジンベアとか持ってボタン持ちがあったやろ。あれもみんな壊したれ。いや、みんな壊したら一年35。あの、カキがあったやろ。あれもみんな壊したで。いや、みんな壊したら一年86。それから、あの前、あの、こないだ取ってきたイノシシがあったやろ。あれみんな丸焼きにして壊したで。何を言うとんねん、おい。子供はな、食わな大きにならんのじゃよ。早く来い。ほんでな、支度ができたら時期に出かけるよってんな。おかめ、ちょうちんに火入れ。顔と名前が揃いになったある。提灯の明かりを頼りに親子の門が大阪へ向かって旅立ちます。お堂の前へ差し掛かった時のお説が、お父さん最前ここでこんなことがあったんや。話をしましたんで中を覗いてみますと言うと、お金がいっぱい散らばった。このまま放っておくわけにはいかんというので拾い集めまして、手の中に包んでこれを懐へ放り込んで急いで大阪へと向かいます。お店の方ではもうきっちり大騒ぎになっておりまして、定吉、お前向こうの通り見てきてくれたか。すまんけどな、ちょっとずーっと向こうの方まで見てきてくれるか。あのな、枝ぶりの駅なんか気ぃつけてな。亀吉、川筋は見てきてくれたか。そうか、すまんけどな、ちょっともっぺん見てきておくれ。あの土左衛門上がってないか。よう気ぃつけてな。お鍋、井戸は見てきてくれた。そう。で、あの、長寿も見てくれ。おしず、ちょっとここへ来なあれ。そこへ座んなあれ、そこへ。これは何と言うてもお前がいかん。何と言うてもお前がいかんのじゃ。男の方向には私が見ますで、女の方向にはお前さんが見てくれないかんねやないか。これはどないお前がお節をいびった境にあの子がおられんようになって飛び出したに違いないのじゃ。いえ、私はあの子は子守も用意してくれますし、私も気に入って可愛がっておりますの。嘘つきなあれ。ん？土台おなごというのは、って誰もいてへんとこではじわ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 真綿で首を絞めるように、針でえちくりちくりつくように、そんな陰湿ないびり方をしなさ。それであの子がおられんようになって飛び出したに違いないのじゃ。なんじゃ表が騒がし。なん、お節が帰ってきた。なんじゃって、お父っつぁんも一緒か。さあ、お節こっち来い。ん、もうこれからはな、あんな鬼ばばの言うこと機会でええぞ。な、辛いことがあったらわしに言え、わしに。何が辛かった、何が悲しかった。いや、ださ、滅相もございません。このお節がアホでございますので、話が分かれしまいねん。麺屋のおやさんのおたふくの麺をもらいましてな、それがまたこれの母親によう似ておりますの。知ってる。それ知ってんのわしだけじゃ。それがどういうわけか、こういう恐ろしい鬼の面に変わっておりましてな。
でこれは母親が病気かなんかで苦しんでるのに違いないとこない思い込みまして、慌てて飛んで帰ってきたとこういうなわけでございまして、何分子供の子っておますんで、どうぞ堪忍してやっていただきますように。まあ旦さん、なんといういじらしい話ですやろな。誰がそんなしょうもない伝言したんや知りまへんけども、まあ、見つけたら思いっきり叱ってやんなはれ。いいたずらと違うかね、何を言うてな、思いっきり叱ってやんなる。すまんわしやね。いや、違う、いや、まああんたがそんなことしときなって、私が真綿で首を絞めるやん、針でち、すまん、えらいすまんなって、お父っつぁんも遠いところわざわざ来てくれたんじゃ、今日はゆっくりしていっとおくれ、大きなありがとうございます。でまたちょっと後で警察へ参りますの。そら私は悪いで悪いと思やこそこうして謝ってんやがな、何も警察にまで言わいでも、えっせやおめえね、岸田にちょっと面白いことがおましてな。ほんほん、はあ、鬼が出たと思いよったんやな。でかね、ちょっと見せてみなあれよ。はあ、これはまた行さんの金じゃな。これ誰とこの金そっちに持って行って数えてみなあれ、なんぼほどあるな。はあ、この鬼の面ではいろんなことがあったんやな。何、200円、大方200円。はあ、私は博打というようなことはやったことないが、大きな金の動く、この金私警察へ持っていこうと思っとりまんの。そら持っていかないかんが、けど金届けてもこれは私のんですっちゅうて出てくる人ないで。さよか、博打というのはつまらんもんやな、己の金を己の得心づくでやり取りしてお上の罪になる、これは私が博打張ってた金ですっちゅうて出てくるわけにいかんがな。ほんにそうでんな、ということはこの金はいずれまたお前あんなのもんじゃ。えこの金、そうや200円、そうやみなでっかいな、そうやがな。旦さん、えらいまた行さんいただきまして、私に礼を言う人があるかいな。まあ礼を言うのやったら差し進めこの鬼の面にでも言うべきやろな。あ、さよか、お兄さんありがとう。ほんまに言う人があるかい、面白い人じゃな。まあ旦さんなんでな、わたらも来年になったら大金持ちでんな。まあまあそういうこと。旦さん、どないしなった。いや今な、この鬼の面がニコッと笑たで、おまはんが来年の話したさかいやろ。